ギルバート・ケイス・チェスタートン作。紫・敏郎役。ブラウン神父の鞭・シンプの無知。秘密の庭。パリ警察の長官、アリス・チード・バランタンは、晩餐に遅れた。そこでお客の幾人かは、 主人の帰らないうちに集まり始めた。でもこのお客様方は、主人の腹心の召使いイヴァンの挨拶で安心した。この召使いは顔に傷跡があって、開白色の口ひげと同じような顔色をした老人で、玄関の広間、武器を掛け並べてある広間のテーブルにいつでも座っていた。 バランタンの住居は多分主人公と同様に有名であり風変わりであった。高い塀を見暮らし高いポプラがセーヌ川に覆いかぶさろうとしている古い建物だ。しかしこの建築の奇妙さそして多分警察的な価値は次のようなところにあった。 ここには、イヴァンと武器類が守っている正面ドアを通る以外に、外部への出口が全くなかったのである。庭は広くて、よく手入れが届いていたし、家から庭への出口はたくさんあった。しかし、庭から外の世界への出口が一つもなかった。庭の周りには、 てっぺんに特別の忍び返しを植えたツルツルしてよじ登れない高い塀が一面に張り巡らされていた。多分悪くない庭だろう。百人もの悪党から貴様を殺してやるぞと悪馬されているような男がしみじみ考え込んでいるのには。イバンがお客様方に言い訳した通り、 主人公からはさっき電話があって、十分遅れるということだった。実は死刑の執行か何かの嫌なことで最後の打ち合わせをしていたのであった。こういう義務は腹の底から虫がすかなかったけれども、バランタンはいつもそれを几帳面に実行した。犯人の追跡には容赦しない彼は、 処罰についてはごく穏やかだった。その彼がフランス及び広くヨーロッパにわたっての警察制度の権威であったから彼の大きな影響は死刑の宣告の緩和や刑務所の浄化に立派に役に立った。彼はフランスの偉大な人道主義的自由思想家の一人であった。 ところで、こういう人たちのただ一つの誤りは、慈悲を正義以上に冷ややかなものにしてしまうことである。バランタンが帰ってきたときは、もう黒の礼服をまとい、赤いバラの花飾りをつけた奥ゆかしい姿で、黒いあごひげには、もう霜が混じっていた。 彼はまっすぐに家の中を通り抜けて、背後の辞書を見晴らす自分の書斎に行った。そこから庭に出るドアが開いていたので、彼は紅葉のカバンをいつもの場所に入れて、注意深く鍵をかけてから、開いたドアの戸口に立って、しばらく外の庭を見渡した。冴えた月が、 嵐の名残のちぎれ雲や浮雲と戦っていた。バランタンは彼のような科学者肌の男には珍しい悩ましげな様子で庭を眺めていた。多分こういう科学的な性格の持ち主は生涯の一番恐ろしい難問に対して何か心理的な予感がするのであろう。 こういう神秘的な気分からは、ともかく彼はすぐに我に帰った。というのは、自分が遅刻したので、お客様がもう集まり始めていることがわかっていたからである。彼は応接間に入ると、一目ちらりと見ただけで、とにかく焼客はまだ来ていないことを十分確かめた。 今夜の小さなパーティーの他のおもだった人はみんな揃っていた。英国大使、ギャロウェイ卿。ガーター勲章の青リボンをつけた、リンゴのように赤褐色の顔をした、怒りっぽい老人が見えていた。糸みたいに痩せて、銀髪で、上品ぶった神経質な顔つきのギャロウェイ夫人が見えていた。 彼女の娘で、いたずらっ子の雇用性めいた顔と銅色の髪の持ち主、美しい蒼白のマーガレット・グレアム城が見えていた。豊かな体格に黒い目のモン・サン・ミシェル公爵夫人と同行のこれも豊かな体格に黒い目の二人の霊嬢が見えていた。典型的なフランスの科学者で、 メガネをかけ、茶色のあごひげを尖らせ、そして、しょっちゅう存在に眉をあげる報いから、横に平行した幾筋かのシワが顔に刻まれているシモン博士が見えていた。エセックス州コボウルのブラウン神父も見えていたが、これはバランタンが最近英国であった人物だった。 バランタンは制服姿の背の高い男を多分お客様の誰よりも興味を持って見たがこの男はギャロウェイ夫妻に挨拶したのにあまり打ち解けた闘礼をしてもらえなかったので今度は一人で前に進み出て主人公に敬意を表したこれはフランス外国義勇軍のオブライアン司令官であった ほっそりしてるくせに、やや肩で風を切って歩いていたが、顔をきれいにそり、髪は黒く、目は青くて、いかにもあの失敗しながら勝利を得、自滅的行動で成功した、有名な連帯の士官にふさわしく、威勢がいい反面に、憂鬱な一面を持っていた。生まれはアイルランドの相当な家で、 少年時代にギャロウェイ一家、特にマーガレット・グレアムと知り合った。借金で破産してから国を出て、今では制服にサーベルと白車をつけたまま、威勢よく歩き回って、イギリス流のエチケットからは全く解放されているらしかった。彼が大使の家族に会釈すると、ギャロウェイ教徒夫人は、 ぎこちなく腰をかがめ、マーガレット嬢は目をそらした。しかし、どんな昔からの因縁で、この人たちがお互いに関心を持っていたとしても、それを迎えている高名な主人公の方では、別に彼らに関心を持っていなかった。少なくともバランタンの目には、この人たちはどれも今夜の焼却ではなかった。 バランタンは偉大な探偵として合衆国を巡回して大成功を収めた時にすっかり親しくなった世界的に有名なある人物を特別の理由で待ち受けていた。彼が待ち受けていたジュリアス・ K ・ブレインはつまらぬ宗教に莫大なすごいほどの寄付をして 英米の各新聞に簡単に嘲笑されたり、あるいはもっと簡単に大真面目に書き立てられる種を作っていたあの千万長者である。ブレイン氏が無神論者なのか、モルモン教徒なのか、それともクリスチャンサイエンス。1886年頃、アメリカに始まったキリスト教の一派の信者なのかは、 誰にもはっきりわからなかった。しかし彼は、誰でも知的な人物には、まだ試してみたことのない人物でありさえすれば、いつでも金をつぎ込もうとしていた。彼の道楽の一つは、アメリカのシェイクスピアの出現を待つことであったが、これは魚釣りよりももっと辛抱のいる道楽であった。 彼はウォルト・ホイットマンを賛美したが、ペンシルバニア州パリのルーク・ピー・タナーの方が、何としてもホイットマン以上に進歩的だと思っていた。自分が進歩的だと思うものは何でも好きだったのだ。彼はバランタンを進歩的だと思っていたが、これはとんでもない誤解であった。ジュリアス・ K ・ブレインが、 がっしりした姿をこの部屋に表すと、食事のベルの音みたいにはっきり一同の注意を引いた。彼は我々には滅多に要求できない、この人の存在が不在と同様に大きなものに感じられるあの優れた性質を持っていた。黒の夜会服にすっかり身を包んで、 時計の鎖や指輪のような飾り一つ身につけていない背の高さに負けないくらい太った巨漢であった。髪は真っ白でドイツ人のように後ろにきちんとなでつけてあった。顔は獰猛で丸々と太って真っ赤だったが唇の下に黒い一房のひげがあるので、 もしそうでなければ子供みたいに見える顔がすっかり台無しで芝居じみたメフィストフェレスのようにさえ見える感じであったしかしこの客間の一軍は高名なアメリカ人にいつまでも目を見張ってばかりはいなかった彼の持参はすでに家中の問題になっていたので彼はギャロウェイ夫人と腕を組むと 全速力で食堂に送り込まれた。ある一点以外は、ギャロウェイ夫妻はごく愛想よく、のんびりしていた。マーガレット嬢が、あの冒険家オブライアンの腕を取らないでいる間は、父親は全く満足していた。それに令状もそうはしないで、 シモン博士と一緒に行儀よく食堂に入って行ったのであった。それでもローギャロウェイ教はそわそわして作法を忘れかけたりした。今日は食事中はごく外交的に振る舞っていたが、シガーをふかす時になって、三人の若い連中、医者のシモン、坊さんのブラウン、 それからあの外国の軍服を着ている追放者、好ましからぬ求婚者のオブライアンが、婦人型の仲間入りをするためか、それとも温室で一服しようとするためか、みんな消えるようにいなくなってしまうと、途端にこの英国の外交官は、全くすっかり外交手腕をなくしてしまった。 あの役ザ者ののブライアンが、ひょっとしたらマーガレットに合図をしてやしないかという気がして、六十秒ごとに胸を刺されるようだった。どんな風に合図をしているかなどとは思っても見たくなかった。今日は、あらゆる宗教を信じている白髪のヤンキーブレインや、全然無信仰の白髪混じりのフランス人バランタンと一緒に、 後ろへ残ってコーヒーを飲んでいた。この二人はお互いに論争の種があったが、日にはどっちも関心できなかった。しばらくすると、この進歩的な論争はすっかり退屈になりかけた。ギャロウェイ教も立ち上がって、応接間を探した。 いくつもの長い廊下で七八分間道に迷っていた。やっと医者の高調子の教訓的な声が耳に入ると、続いて坊さんのノロノロした声が聞こえ、それからみんなが大笑いしていた。この連中もおそらく科学と宗教について論争しているんだと思うと、いまいましくなった。しかし、 サロンのドアを開けた途端、今日はただ一つのことを見てとった。そこにいない連中の姿を見てとったのだ。オブライアン司令官がいないのと、マーガレット嬢もまたいないのに、気がついたのである。今日は食堂から来た時と同じように、イライラしながら応接間から出てくると、 もう一度廊下を踏み鳴らしながら歩いた。あの一生品的のアイルランド生まれのアルジェリア人の手から娘を守ろうという考えがなんとなく頭の真ん中にこびりついて気が狂いそうでさえあった。今日は家の裏手のバランタンの書斎のある方に行こうとした時当の娘に出会って びっくりした。彼女は下げすむような真っ青な顔をしてさっとすれ違っていったが、その顔つきも第二の謎であった。もしオブライアンと一緒にいたのなら、オブライアンはどこにいるのだろうか。もしオブライアンと一緒でなかったとすれば、彼女はどこにいたのだろうか。 なんとなく年寄りらしくカットして疑い始めた京は、屋敷の暗い裏側を手探りしながら道を探していたが、やっと庭に出る勝手口を見つけた。三日月が清流塔のような刃で、嵐の名残の雲を切り開き、追い払ってしまっていた。 銀箔の光が庭の隅々をくまなく照らしていた。青い服を着た背の高い人影が芝生を大股に横切って書斎のドアの方に行こうとしていた。服の襟梢に銀色の月光がきらりと光ったのでオブライアン司令官だということがはっきりわかった。 オブライアンはフランス窓を通り抜けて家の中に姿を消した。取り残されたギャロウェイ卿は何とも言いようのない気持ちでポカンとすると同時に敵意を感じた。青銀色の庭が劇中の一場面のように圧倒的な優しさに溢れているのが自分をあざ笑っているような気がしたが、 これには世間に対する対面上、どうしても負けていられなかった。あのアイルランド人の大股な足取りの優美さに、今日はまるで父親でなく恋敵みたいにひどく腹を立てた。月光が気を狂わせたのである。今日はまるで魔法にかかったように、 中世の純情詩人の庭、和党の妖精の国に落ち込んでしまった。そこで誰かと話でもして、この陰闘な馬鹿げた気分を振り払いたくなったので、今日はきびきびと敵の後を追った。その途端、草の中の木か石のようなものにつまずいた。 最初は感触を起こしながら下を見たが、二度目は好奇心だった。次の瞬間、月と高いポプラの木々の下に、異常な光景が目についた。いい歳をした英国の外交官が懸命に逃げ出し、走りながらわめいたり吠えたりしていた。今日のしゃがれた叫び声がすると、 書斎の戸口に青白い顔が現れたこの貴族の最初のはっきりした言葉を聞きつけたシモン博士のキラキラ光るメガネと心配そうな顔であったギャロウェイ教は怒鳴っていた死体が草の中に血だらけの死体だオブライアンのことは少なくとも 今日の頭からすっかり消えていた。すぐバランタンに知らせなければなりません。相手が勇敢に見届けたことを切れ切れに話してしまうと医者は言った。バランタンさんがここにおいでになるのは幸運です。そしてちょうどそう話している時当の大探偵が叫び声を聞きつけて 書斎に入ってきた。彼の典型的な変わり方を見ていると面白いくらいだった。入ってきた時は誰かお客か召使いの急病ではないかと心配しながら主人役であり紳士としての立場から一通りの不安を感じていたらしかった。血生臭い事件を聞くと 途端にすっかり厳粛になって、きびきびと事務的になってしまった。というのは、どんなに思いがけない恐ろしいことであろうと、これは彼の事務だったからである。妙ですなあ、皆さん。彼は、みんなと一緒に急いで庭に出て行きながら言った。 私は秘密をあさって世界中探し回ってきたのに、今やそいつの方からこっちの裏庭にやってきて、おみこしを据えています。だが、どこですか、その場所は。かすかな霧が川面から立ち上りかけていたので、一同は芝生を横切るのに、さっきより骨が折れた。しかし、 震えているギャロウェイの案内で深い草の中に埋もれた死体が見つかった。大変背の高い肩幅の広い男の死体。うつむきになっていたので目に入ったのは男の大きな両肩が黒い福祉に包まれていることと大きな頭がはげていて一ふさ二ふさ茶色の髪の毛が 濡れた海藻のように脳天に絡みついていることだけであった。シンクの血がうつ伏せの顔の下から蛇のようにうねっていた。少なくとも我々の仲間じゃありません。と、シモンが異様に深刻な声で言った。調べてください先生。 バランタンがかなり鋭く大きな声を出した。死んでないかもしれません。医者は鏡込んだ。まだいくらか温かみは残っていますが、どうやら確かに死んでますね。と彼は答えた。体を持ち上げますから、ちょっと手伝ってください。 みんなは注意深く男の体を地面から一インチ持ち上げた。すると、本当に死んでるかどうかの疑問はすぐに恐ろしい形ですっかり一掃された。頭が離れて落ちた。体と全然離れていたのだ。この男の喉を切った何者かが。 どうやら同じように首まで切り離してあったのだ。バランタンでさえかすかに身震いした。やつはゴリラみたいな力だったに違いない。とつぶやいた。シモン博士は解剖のしくじりなどには慣れていたが、さすがに身震いしながらその頭を持ち上げた。 首と顎のあたりにかつかな切り傷があったが、顔面には大して傷もなかった。鈍重な黄色い顔で肉が落ちていると同時にむくんでいて、わしのような鼻にたるんだまぶたをしていた。干悪なローマの皇帝に、いわばシナの皇帝を一筆ほのかに交えた顔。居合わせた者は、 みんな全然見覚えがないらしく、この上なく冷たい目で見ているようであった。他には別に目を引くようなところはなかったが、ただ体を持ち上げてみると、下になっていたワイシャツの胸が赤い一筋の血に汚れながら、きらりと白く光ったのが目についた。シモン博士の言った通り、 この男は絶対に一同の仲間ではなかった。しかし、こういう場合の清掃をしてきているのだから、仲間入りするつもりだったとは言えそうだった。バランタンは四つ倍になって、死体の周り二十ヤードほどの草と地面を、最も精密に、専門的な注意を払いながら検査した。 医者は不器用ながらそれを手伝ったし、あの英国貴族もひどく曖昧ながら手伝った。一同が腹ばいになった挙句の報酬は、ごく短く折ったか切ったかしてある小枝数本だけであった。バランタンはそれを取り上げて、ちょっと調べてからポイッと投げ出した。小枝だ。 彼はおごそかに言った。小枝と頭を切り落とされた全く見ず知らずの男。それだけですね、この芝の上にあるのは。なんだか背筋がゾクッとして静まり返った。と、その時、すっかり育児のなくなったギャロウェイが鋭く大声を出した。誰だあれは。 向こうの庭の塀のそばにいるのは誰だバカに大きな頭をした小柄な姿が月明かりの霧の中をゆらゆらしながらみんなの方に近づいてきた。一瞬それは魔物のように見えたが実はさっきみんなが応接間に置き去りにしてきた罪のない小男の坊さんだということがわかった。 いやあ。彼はおとなしく言った。この庭には、門が一つもございませんな。バランタンは、主義として送服の姿を見るといつもそうするように、黒い眉を不機嫌に潜めていた。しかし、彼はごく公正な男だったので、この適切な言葉を否定はしなかった。 おっしゃる通りです。と彼は言った。我々は、この男がどうして殺されるようなことになったかを見つけ出す前に、どうやってここへ入ってきたかを見つけ出さなきゃなりますまい。さあ、皆さんお聞きください。もし私の地位や任務に偏見を持たずにいただければ、知名な方々のお名前は、 当然この事件の引き合いに出さなくてもいいということに皆さんご同意なさるでしょう。貴婦人や紳士方がおいでになっていますし、外国の大使もお見えになっています。もしこれが犯罪ということに決めなければならんとすれば、そりゃあどこまでも犯罪として調べなければなりません。しかしそれまでは、 私が自分で分別をめぐらすことができます。私は警察の長官です。この公人としての立場から私は私的に秘密を守ることができます。できることなら私は自分のお客様方の疑いをすっかり晴らしてから部下を呼んで犯人を探させたいものです。皆さん。 あなた方の名誉にかけて、明日の正午までは、一人もこの家を出ないでいただきたい。寝室は皆さんのがございます。シモン博士、あなたは玄関のホールにいた、私の部下のイヴァンの居場所をご存知でしょうあれは信用できる男です。他の下男に番をさせておいて、 すぐ私のところに来るように伝えてください。ギャロウェイ日夫人方に何が起こったかを話して、騒がせないようにするには、確かにあなたが一番適当です。ご夫人方も泊まっていただかなければなりません。ブラウン神父と私が死体のところに残りましょう。 こうしてバランタンが指揮官らしく話をすると、みんなは軍隊ラッパのように、その言葉に服従した。シモン博士は武器蔵に入り込んで、この公の探偵の施設探偵イヴァンを連れ出してきた。ギャロウェイは応接間に行って、恐ろしいニュースをすっかりうまく伝えたので、一同が集まってきた頃には、 婦人方は、とっくにびっくりしてしまって、とっくに静まっていた。この間、善良な坊さんと善良な不信人者は、月光の中に動かずにいる死んだ男の頭と足元に、それぞれ死の二つの哲学を象徴する像のように立っていた。傷跡と口ひげのある腹心の男イヴァンは、 鉄砲玉みたいに家から出ると、犬が主人のそばにかけてくるように駆け足で芝生を横切って、バランタンのそばへ来た。青黒い顔が、この家の探偵事件ですっかり生き生きと輝いていた。そして、遺体を調べてもよいかと主人の許可を求めた時などは、不愉快なほど熱心な様子であった。 うん、見たいなら見るさ、イヴァン。と、バランタンは言った。だが、手間取るなよ。我々は中へ入って、家の中でこいつを徹底的に検討しなきゃならん。イヴァンは頭を持ち上げたが、ガクンと落としそうになった。おやと、彼はあえいだ。こりゃあ、いや、違う。 そんなはずはない。この男をご存知ですか、閣下。いや、とバランタンは無関心に言った。中へ入った方がいいな。二人は死体を書斎のソファーに運んだ。それから応接場に足を向けた。探偵は静かにデスクに向かって、ためらいながら腰を下ろした。 しかしその目は、巡回裁判所の裁判官の鉄の目のようであった。前にある紙に二つ三つ手早くメモを書きつけると、手短に言った。皆さん、ここにおいでですかブレインさんがいらっしゃいませんわ。と、モンサンミシェル公爵夫人が、辺りを見回しながら言った。そうだ。 と、ギャロウェイ卿が、しゃがれ声で荒っぽく言った。それからネイル・オブライアン君もいないようです。私はあの紳士が、死体がまだ暖かい自分に、庭を散歩しているのを見ました。イヴァン、と探偵は言った。オブライアン司令官とブレインさんをお連れして来い。 ブレインさんは確か食堂で葉巻を吸い終わる頃だ。オブライアン司令官は多分温室をぶらついていられるだろう。よくは知らん。忠実な家来はさっと部屋から出て行った。そして誰一人身動きも口を開きもする間もなく。 バランタンは相変わらず軍人みたいにさっさと説明を続けた。ここにおいでの皆さんがご存知の通り、頭をきれいに体から切り落とされた死人が庭で発見されました。シモン博士、あなたはあれをお調べになりましたな。人間の首をあんな風に切るのには、非常な力が必要だとお考えでしょうか。 それともひょっとしたら、ごくよく切れるナイフさえあればいいのでしょうか。どうもあれはナイフでは絶対にできませんでしょうなあ。と青白い顔をした医者が言った。何かこれならできるというような道具についてお考えがありますかとバランタンは話を続けた。 現在手に入るものでは全く考えもつきません。医者は困ったように眉をひそめながら言った。首を叩き切るのは、ブサ細工にやるにしても容易じゃありません。ところがあれは大変きれいな切り口でした。あれができるのは、戦おのか、 昔の首切り人の斧か。でなければ、昔の両手で使う剣でしょう。だって、まあ。公爵夫人がヒステリーを起こしかけたみたいに、大きな声を出した。両手で使う剣だの戦のは、このあたりにはございませんわ。バランタンは、やっぱり前の髪に、 忙しそうに書きつけていた。どうでしょう。と彼はやはり大急ぎで書きながら言った。フランス騎兵の長いサーベルでならやれるでしょうか。低いノックが戸口に聞こえた。それはこれというわけもないのに、マクベス劇中のノックの音のようにみんなの血を凍りつかせた。 この凍りついたような沈黙の中から、シモン博士がやっと口を開いた。さあ、ベル。ええ、それならできると思います。ありがとう。と、バランタンは言った。お入り、イバン。腹心のイバンがドアを開けて、また庭を歩いていたところをやっと見つけてきた。 ネイル・オブライアン指揮官を引き入れた。アイルランド人の指揮官は取り乱した様子で挑むように敷居の上に立ち止まった。僕に何の用があるんですと怒鳴った。どうぞおかけください。とバランタンは愛想のよい穏やかな口調で言った。おや あなたは剣をつけていらっしゃいませんね。どこにあるんですか図書室のテーブルの上に置いてきました。と、オブライアンは、気分が乱れるとますますアイルランドなまりを丸出しにしていった。邪魔だったんですけん。だんだんそいつが。イヴァン、とバランタンが言った。 司令官の剣を図書室から持ってきてくれ。それからイヴァンが姿を消すと。ギャロウェイ卿のお話では、死体が発見される直前に、あなたが庭を立ち去る姿をご覧になったそうです。あなたは庭で何をしていらしたのですか司令官は無頓着に椅子に身を投げかけた。 ああ。彼は純粋のアイルランドなまりで大声を出した。月に見とれとってな。大自然に心を通わすっちゅうわけさ、なあ。おもぐるしい沈黙が立ちこめて、いつまでも続いたが、それが終わろうとする頃、またあのかすかな恐ろしいノックの音が聞こえた。 イヴァンが空っぽの鋼鉄の鞘を手にして、また現れた。これだけしか見つかりません。と言った。テーブルの上に置きなさい。バランタンは目を上げないで言った。室内に冷酷な沈黙がみなぎった。死刑の宣告を受けた殺人犯人の被告席の周囲を取り巻く。 あの海のような冷酷な沈黙さながらに、公爵夫人の低い叫び声はずっと前に消えていた。憎悪に膨れ上がっていたギャロウェイ卿は満足してやや落ち着いていた。声が出たのは全く思いがけないところからであった。あたくし、 皆様に申し上げられると存じますわ。と、マーガレット城が勇気のある女が人前で話すときの、あの澄んだ震えを帯びた声で叫んだ。オブライアンさんが庭で何をしておいでになったか、あたくしから申し上げられますわ。あの方は沈黙を守ろうとなすっていらっしゃるのですもの。 あの方は、あたくしに結婚を申し込んでいらしたのです。あたしはお断りしました。今の家庭の事情では、あたくしご尊敬はしておりますが、それ以上どうにもなりませんと申し上げました。そうすると少しお怒りになったようでございました。 尊敬するだけでは何にもならないと思っておいでのようでした。でも、彼女は弱々しい微笑を漏らしながら付け加えた。今ならあの方も少しはそれを受けてくださるのではないかしら。だって、私は今でもあの方を尊敬しておりますわ。 この方が決してそんなことをなさる方でないことは、あたくし、どこへ出ても誓います。ギャロウェイ教は、娘のそばへにじりよっていた。そして自分では小声だと思っているらしい声で娘を脅しつけていた。口を塞ぐんだマギー。と、彼は雷のような声でささやいた。 なぜお前はこの男をかばうんだ。どこにあるんだ、あいつの剣は。どこにあるんだ、あのいまいましい騎兵の。彼は、娘が異様な目で顔を見つめているので、言葉を切った。まったく不気味に一座の全部を吸い寄せた目つきだった。お父様のわからずや。 と彼女は、つつましいたしなみを振り捨てて、小声で言った。お父様は何を証明しようとしていらっしゃるんですか本当にこの人は私と一緒にいたんです。もし彼が庭で人を殺したとすれば、それを見ていたはずなのは、少なくとも知っていたはずなのは、誰だということになりますの お父様はネイルが大嫌いなので、ご自分の娘まで巻き添えに。ギャロウェイ夫人が金切り声を上げた。他の者はみんな座ったまま、今までに恋人同士の間に起こったあの悪魔的な悲劇の一端に触れて、ゾク,ゾクしていた。一同はスコットランドの貴族の誇りを持った白い顔と、 彼女の愛人であるアイルランドの冒険家を暗い家の中の古い肖像画のように眺めていた。長い沈黙の間、人々の心にいっぱいになっていたのは殺された夫たちと毒婦どもについての取り留めもない伝統的な思い出の数々であった。この病的な沈黙の最中に無邪気な声がした。 バカに長い葉巻だと見えますな。頭の変化があまり急だったので、一同は誰が言い出したのか知ろうとして、あたりを見回さなければならなかった。つまり、と部屋の隅から小柄なブラウン神父が言った。つまり、 ブレインさんが吸いをあろうとしていたあの葉巻のことですがな、まるで散歩用のステッキほどの長さがありそうですわい。見当違いな言葉だと思えるのに、バランタンが首を上げた時の表情は、イライラしながらも同意していた。まったくそうだ、と彼は鋭く言った。イヴァン。 もう一度ブレインさんを見に行って、すぐここへお連れしてこい。何でも屋の雇い人がドアを閉めるとすぐに、バランタンは、全く改めて熱心に娘に話しかけた。マーガレット嬢、あなたがつまらん威厳を振り捨てて、司令官の行動を説明してくださったことに対しては、 我々は全く感謝と尊敬を感じます。しかしまだ欠けているところがあります。ギャロウェイ教はあなたが書斎から応接間に通り過ぎて行く時おいでになったわけですね。そして教が庭をご覧になって司令官がまだ散歩しているのに気づかれたのはわずか数分後でした。 思い出していただかなければなりませんわ。マーガレットは、かすかな皮肉を含んだ声で答えた。あたくしは、あの方にお断りしたばかりでしたのよ。ですから、腕を組んで戻ってくるわけには参りませんでした。彼はとにかく紳士です。ですから、後へ残ってぶらついていました。そして、 そのために殺人の罪を着せられました。そのわずかの間に、とバランタンは厳かに言った。本当にやったのかも。またノックが聞こえて、イヴァンが傷跡のある顔を突き出した。失礼しますかっか。と彼は言った。ですが、 ブレイン様はこの家を出てお行きになりました。出て行ったとバランタンは大声を出して初めて立ち上がった。行っちまいました。かけてきました。蒸発しちまいました。とイヴァンはおどけたフランス語で答えた。帽子と街灯もなくなっています。そして それにもまして申し上げたいことがあります。私はあの方の行方を見つけようとして外へ走って行きました。すると一つだけ、それも大きな跡が見つかりました。何を言ってるんだとバランタンが尋ねた。お目にかけます。とゲナンは言った。そして、 もう一度姿を現した時は先端と刃に血がついているギラギラ光る抜き身の騎兵用サーベルを持っていた部屋中のものはまるでそれが落雷であるかのようにそれに目をやったしかし物慣れたイヴァンはごく落ち着いて話を進めた これがパリカイドウを五十ヤード北へ寄った藪の中に投げ込まれていました。つまり、あのお立派なブレイン様が逃げ出しながら投げ捨てていったところで見つけました。またもやみんなは黙り込んだが、今までのとは違うものであった。バランタンはサーベルを取り上げて注視しながら、 人前も構わずに頭を集中して考え込んでいたが、やがて丁寧にオブライアンの方に顔を向けた。司令官、と彼は言った。もしこれが警察の調査に必要になれば、いつでもこの武器をお貸しくださると信じます。それまではあなたの件をお返ししておきましょう。 彼は刃をかちゃりと鞘に収めながら付け加えた。いかにも軍隊的なバランタンの態度に、見ていた者はほとんど賞賛を隠しきれなかった。ネイル・オブライアンにとっては、実際、そのバランタンの態度がすっかり一つの転機になった。彼が朝の光を浴びながら、 もう一度あの神秘な庭をぶらついていた頃には、いつもの悲劇的に軽薄な物腰はすっかりふるい落とされて、幸福になれる理由をいくつも持っている男になっていた。ギャロウェイ教は紳士だったので、オブライアンに謝意を表した。マーガレット城は、どうやらただの貴婦人以上の人物。 少なくともやはり女だったので、オブライアンと二人で朝食前に古い花壇の間をさまよっていたとき、ただのシャイ以上の言葉を与えたらしかった。一座はすっかり気が軽くなり、優しい気分になっていた。というのが、死の謎は未解決だったものの、容疑の重荷がすっかり取り去られて、 あの奇妙な百万長者、一同がほとんど知らない男、と一緒にパリに飛び去ってしまったからである。悪魔は家の外に放り出された。あいつは我と我が身を放り出したのだ。それでも謎はまだそのままだった。 そこでオブライアンがシモン博士のそばの庭の腰掛けに寄りかかるとあの厳しいくらい科学的な人物はすぐにその話を続けた博士はもっと楽しいことを思い詰めていたオブライアンの口からはあまり話を引き出せなかった僕にはどうも大して興味がありませんよと アイルランド人は率直に言った。おまけにもうかなりはっきりしているようですからね。明らかにブレインは何かの理由であの見知らぬ男を憎んでいたんです。奴を庭におびき出して僕の剣で殺したんです。それからパリに逃げ出したが途中で剣も売っちゃってしまいました。 ところでイヴァンから聞きましたが死んだ男のポケットにはヤンキーの1ドル札が入っていたそうですしてみるとあの男はブレインと同国人だったのですからそれで事件のけりがつきそうですこの一件には難しいところはなさそうですがね途方もなく難しい問題が5つありますよ と医者は静かに言った。塀の内側に高い塀がまたあるようにね。誤解しないでください。私はブレインがやったということは疑いません。彼の闘争がどうやらそれを証明しているようです。しかし、彼がどんな風にやったかという点についてですよ。 第一の難点。なぜ相手を殺すのに、不格好で大きなサーベルを使わなきゃならんのでしょうか。ポケットナイフで殺して、そいつをポケットへ戻しておけば済むじゃありませんか。第二の難点。なぜ何の物音も叫び声も聞こえなかったのでしょう。 相手が大きな刀を振り回して近づいてくるのを見たら、大抵何とか声を立てそうなものじゃありませんか。第三の難点、下男が一晩中玄関の戸口を見張っていました。ですから、バランタンの庭にはどこにもネズミ一匹入れません。死んだ男はどうやって庭に入ったのですか 第四の難点。同じ条件のもとに、どうやってブレインは庭から出たのでしょうか。で、第五はネイルは、細道をゆっくりこちらへ近づいてきていた英国の坊さんに目を注ぎながら言った。つまらんことだと思いますが、と医者が言った。 でもへんてこだと思います。私はあの頭の切り口を最初に見たとき、この暗殺者は一度ならず切りつけたものと思いました。しかし調べてみると、頭を切り落とした部分にいくつも切り傷が見つかりました。つまりあの傷は頭が切り離されてからついたものです。 ブレインは月光の中に立って死体をサーベルで切りさいなむほど敵を鬼畜のように憎んでいたのでしょうか。ああ嫌だとオブライアンは言って身震いした。小柄な坊さんのブラウンはまだ二人が話しているうちにやってきて話が済むまで独特のちきさで待っていた。 それから、おずおずと言い出した。ええ、お邪魔してすみません。したが、わしはニュースをお知らせするようにと言われてきました。ニュースシモンはオウム返しに行って、メガネ越しにかなり心配そうに目を見張った。はい、すみません。と、ブラウン神父はおとなしく言った。 ままたたがありましたよ。腰掛けていた二人が飛び上がったので腰掛けがゆらゆら揺れたそれにもっと不思議なことには坊さんは物うげな目をしゃくなげの花に注ぎながら話し続けたそれが前と同じに胸の悪くなるようなことで また首切りですのじゃ。ブレインのパリへ行った道から数ヤード離れた川の中から本当に血まみれになっている第二の首が見つかりました。ですから警察の考えではブレインが、なんてこった、とオブライアンが大声を出した。ブレインは返教者ですか。 アメリカにも敵討ちがあるんですなあ、と、坊さんは鈍感に言った。それから付け加えた。図書室へ見に来てほしいそうです。オブライアン司令官は、他の連中の後から剣士の方について行きながら、断然ムカムカしていた。軍人として、彼は、 この陰険な虐殺がすっかり嫌でたまらなかった。この下下切断はどこで止まるつもりなのか。最初一つの頭が切り落とされて、それからまた別の頭だ。この場合には、彼は苦に々がにがしげに独り言を言った。二人の頭を集めた方が一人よりましだ。 三人よれば文樹の知恵と同じ意味のことわざ。とは言えなかった。彼は書斎を横切ったとき、ぞっとするような偶然の一致に出会って、たじろぎかけた。バランタンのテーブルの上に、またしても三つ目の血まみれの首の着色画が載っていた。それはバランタン自身の首であった。 二度目に目をやると、それはギロチンという国粹主義の新聞の一つに過ぎないということが分かった。この新聞は、性的の一人が処刑された直後の目を向いて苦しみもだえている姿を毎週載せていた。これはバランタンがかなり有名な強権反対者であったからだ。 しかし、オブライアンは、自ら罪を犯すときでさえ、一種の純潔さを失わないアイルランド人だったので、フランス特有の知識人の非常な残忍さには胸がムカムカした。ゴシック風の教会の機械さから、新聞の下品な漫画に至るまで、そこに彼は全体的にパリの気分を感じた。 あのフランス革命の大げさな冗談が思い出された。バランタンのテーブルの上に乗っている血みどろのスケッチから、ノートルダム寺院のおびただしい怪獣の水吐きの頭上で、偉大な悪魔がにやりと笑っているところに至るまで、パリ全紙が一つの醜いエネルギーの現れのように考えられた。図書室は細長い、 天井の低い暗い部屋だった。室内に入ってくる光線は、低い鎧戸の下から差し込んできていて、未だになんとなく朝の赤らんだ色を残していた。バランタンとゲナンのイバンが、やや傾斜している細長いデスクの奥の端で、一度を待っていたが、そのデスクの上には、 薄明かりに途方もなく大きく見える人間の死骸が乗っていた。庭で発見された男の黒っぽい大きな姿と黄色い顔が、だいたい昨夜のままでこちらを向いていた。今朝川の足の間から吊り上げられた第二の首が、そのそばにびしょびしょになって乗っていた。バランタンの部下たちは、 浮遊していると思われるこの第二の死体の残部を見つけ出そうとして、まだ捜索中であった。ブラウン神父は、全然オブライアンほど神経質ではないと見えて、第二の首に近寄ると、いつものように目をパチクリさせながら注意深く検査した。それは横から差し込む赤い朝日に照らされて、 燃えるような銀色に縁取られた濡れた白髪のモップ同然であった。顔は醜い紫がかったいかにも悪党らしいタイプに見えたが水中を転がっている時木や石にひどく叩きつけられていた。おはようオブライアン司令官とバランタンが静かに優しく言った。 ブレインのこの新しい虐殺の実験のことはお聞きになったでしょうな。ブラウン神父は白髪頭の首にまだ鏡込んでいたが目を伏せたまま言った。ブレインさんがまたこの首も切り落としたことは全く確かじゃろうな。さあ、そりゃあ常識でしょう。とバランタンは ポケットに両手を突っ込んだまま言った。あっちのと同じやり方でやられています。あの首から五、六ヤードと離れていないところで見つかりました。そして奴が持ち去ったとわかっている塔の凶器でちょんぎられている。さようさよう、ほんとになあ。と、ブラウン神父が素直に答えた。 それにしても、どうじゃろう。わしには、ブレインさんにこの首を切り落とすことができたとは思えませんのじゃ。なぜですかと、シモン博士が当然目を見張って尋ねた。まあ、先生。と、坊さんは、目をパチクリやって見上げながら言った。 人間が自分で自分の首を切り落とせますかなわしにはわかりませんわい。オブライアンは耳の周りで狂気の世界がみじんに砕けるような気がした。しかし医者は衝動的に確かめてみようとして踊り上がるように進みよると濡れた白髪をかき上げた。 ああ、そりゃブレインさんに違いなしですわ。と、坊さんは静かに言った。左の耳のその切り傷がそっくりでした。探偵は落ち着いたキラキラ光る目を据えて、坊さんを眺めていたが、固く結んでいた口を開いて、鋭く言った。 あなたは彼のことを大変よくご存知のようですな、ブラウン神父。存じとります。と、孔徳は無造作に言った。わしは数週間前から、あの方と関係がありました。あの方はわしらの教会にお入りになろうと試案中でしたのじゃ。ち違いめいた光が、 ふっとバランタンの目に浮かんだ。彼は両手を握りしめて、坊さんの方へつかつかと歩み寄った。そして多分、彼はいまいましいと言わんばかりの霊障を漏らしながら大声で言った。多分彼はあなたの教会にありったけの金を残そうと思案中だったのでしょうな。 多分そうでしたろう。と、ブラウンは鈍感に言った。ありそうなことですわい。そうだとすれば、と、バランタンは恐ろしい微笑を浮かべて大声で言った。あなたは実際彼のことをいろいろご存知でしょうな。彼の生活やそれから、オブライアン司令官が、 バランタンの腕に手をかけた。そんなくだらん中傷はやめたまえ、バランタン。さもないと、まだいくらでも剣があるんだぜ。しかしバランタンは、坊さんの落ち着いたつつましやかな視線を受けて、もう落ち着きを取り戻していた。では、と彼はぶっきらぼうに言った。 個人的な意見は後回しにしましょう。皆さんはここに留まるお約束にまだ縛られています。これはぜひあなた方自身で、そしてお互い同士で守っていただかなければなりません。これ以上お聞きになりたいことは、このイヴァンが何でも申し上げます。私は仕事にかかって上司に報告書を書かなければなりません。 もうこれを伏せておくわけにはいきません。もしまたニュースがあったら、私は書斎で書き物をしています。まだニュースがあるのかね、イヴァン。シモン博士は、警察長官が大股に部屋から出て行くと、質問した。もう一つだけだと思います、先生。と、イヴァンは、 灰色の年寄りじみた顔にしわを寄せながら言った。ですが、こいつはまたこれで重要です。お客様が芝生の上で見つけたあの老いぼれですね。そう言いながら彼は、池存在に黄色い顔をした大きな黒い死体を指さした。 とにかく、こいつが何者かということはわかりました。本当か医者はびっくりして大声を出した。すると何者だね、この男は。こいつの名は、アーノルド・ベッカーです。と、探偵の手先は言った。もっともいろんな偽名を使っていましたがね。 この男は渡り物のごろつきでアメリカにいたという話です。ですから、あそこでブレインに恨まれるようなことがあったのでしょう。この男は主にドイツで仕事をしていたので、我々にはあまり関係がありませんでした。もちろん我々はドイツの警察に問い合わせました。 ところがとても妙な話ですが、この男には、ルイ・ベッカーという双子の兄弟があって、この方は我々とも大いに関係がありました。実を言えば、つい昨日、我々はルイをギロチンにかける必要がありました。いや、こりゃ不思議な話ですよ、皆さん。ですが、 私はこいつが芝生の上に伸びているのを見たときほどびっくりしたことは生まれてから初めてでした。ルイ・ベッカーがギロチンにかけられたのを自分の目で見ていなかったら私は草の中に転がっていた男がルイ・ベッカーだと証言したでしょうね。もちろんそのとき私はドイツにいるルイの双子の兄弟を思い出したので その筋を探ってみると、説明していたイヴァンは中止した。誰一人話を聞いているものがないという最も至極な理由からであった。司令官と医者は二人とも目を見張ってブラウン神父を見つめていた。神父はぴょこんと飛び上がると直立不動になって、 出し抜けに激しい苦痛を感じた男みたいに、こめかみをぎゅっと押しつけていた。やめろやめろやめろ、とブラウンは怒鳴った。ちょっと喋るのをやめてくれ。半分わかりかけとるのじゃ。神様がわしに力を与えてくださるかな。わしの頭がもう一飛びして。 すっかり見抜いてくれるかな。お助けください。わしはいつでもかなりうまく考えついたものだ。昔はアキナスの著書なら、どのページでも解釈できたのじゃ。わしの頭が砕けるか、さもなきゃこれを見抜いてしまうか。わしには半分わかっとる。半分だけわかっとる。 坊さんは両手で頭を抱え込むと考えてるのかお祈りしてるのか硬直したように苦しみもだえながら立っていたその間他の三人は今までの気違いじみた十二時間の最後の期間に目を見張り続けているだけであったブラウン神父の両手が下がると 子供のようにすっかり生き生きした真剣な顔が現れた。彼はほっと大きなため息をついていった。できるだけ早くこの話を済ませて片付けましょうかな。ほれ、これが皆さんに真相をすっかり納得してもらう近道でしょうな。彼は医者の方に向いていった。シモン博士。 あなたはしっかりした頭脳を持っておられる。で、わしは、今朝あなたがこの事件について、五つの難問を出しておられるのを伺いましたわい。さあ、今それをもう一度お尋ねになれば、わしがお答えしましょう。シモンは怪しみ疑うように、思わず鼻眼鏡を滑り落としたが、すぐに言い出した。 では、いいですか第一問は、なぜ担当で殺せるのに、わざわざ不格好なサーベルで相手を殺さなきゃならんか、ということです。担当では首が落とせませんわ。ブラウンは穏やかに言った。ところで、この殺人には、首を切り落とすことが絶対に必要だったのじゃ。 なぜと、オブライアンが興味を感じて尋ねた。で、次の質問はと、ブラウン神父は尋ねた。ええー、と、なぜ殺された男は声を立てるとか、なんとかしなかったのですかと、医者が尋ねた。庭の中でサーベルを見たら、きっと変に思うはずです。 小枝じゃ。と、坊さんは憂鬱そうに言うと、殺人の現場を見渡す窓に向かった。誰にもあの小枝の意味がわからなんだ。見てごらん。どの木からもずっと遠く離れているあの芝生の上になぜ小枝があったのかな。あれは折り取ったのではなかった。 切り取ってありましたわい。犯人は空中で枝が切れるとかなんとかいうようなことをやってみせて、サーベルの芸当で塔の相手を夢中にさせたのじゃ。そうしておいて、相手がその結果を見ようとして鏡込んだ途端に、音もなく一打ち。それで首が落ちたのですわい。ふむ と医者がゆっくりと言った。そりゃあ全くもっともなようですな。しかし、私の次の二つの質問には誰でも並行するでしょうよ。坊さんは、やっぱり窓の外を批評するように見ながら待っていた。ご存知の通り。 庭は全部水も漏らさない密室のように閉じ込められていましたね。と医者は続けた。そこでこのよそから来た男はどうやって庭に入り込んだのでしょうか。振り向きもしないでとこの坊さんは返事した。庭にはよそから来た男などは一人もおりませんでしたわい。 ちょっと静まり返ったが、やがて出し抜けにまるで子供みたいにゲラゲラと笑う声が、この緊張を救った。ブラウンの言い方があまり途方もないので、イヴァンが公然とあざ笑う気になったのであった。ああ、とイバンは大声を出した。では私どもは、 昨夜あの太った大きな死体をソファーに引きずり上げなかったんですね。奴は庭に入り込まなかったというわけですね。庭に入り込むとブラウンは考え込みながらオウム返しに行った。さよう、完全には入り込みませんでしたな。チェットシモンが大声を出した。 庭に入り込むか入り込まないかどっちかですよ。そうとも限らん。と坊さんはかすかに微笑みながら言った。次の質問は何ですかな、ね、先生。どうもあなたは病気じゃないんですかとシモン博士は鋭く叫んだ。だがお望みなら。 次の質問をいたしましょう。ブレインはどうやって庭から出たのですかあの人は庭から出なかったのじゃ。と坊さんはまだ窓の外を見ながら言った。庭から出なかったってとシモンが大喝した。完全にはな。 とブラウン神父は言った。シモンはフランス流のはっきりしない論理にカッとなって両の拳を振り回した。庭から出るか出ないかどっちかですよ。と怒鳴った。いつもそうとは限らん。とブラウン神父は言った。シモン博士はイライラしてぴょんと立ち上がった。 私はこんなわけのわからん話に暇を潰してはいられません。と、立腹して大声を出した。もしあなたが塀のこっち側にいるか、あっち側にいるかもおわかりにならないのでしたら、これ以上あなたにお手数はかけたくありません。先生。と、僧侶は大変穏やかに言った。 わしらはずっと一緒に大変愉快にやってきました。せめておなじみがいにでも、ちょっと我慢して、五番目の質問をしてくださらんかな。やりきれなくなったシモンは、ドアのそばの椅子に座り込んで、手短に言った。頭と肩口におかしな切り傷がついていました。 死んでからやったように見えました。さよう。と、坊さんは眉も動かさずに言った。あれはな、あなたが推定なすったあの単純な一つの作りごとを、間違いなくあなたにそう推定させるために、やったのです。あの首が死体のものだということを、あなたに認めさせるために、 やったのですわい。お化けや幽霊を作り出す頭の一部がゲール族、幻想的で妖精を信じたりするものの多いスコットランド人やアイルランド人のオブライアンに作用してゾッとさせた。人間の不自然な空想が生み出した馬に乗った男や漁夫の姿が、 残らず混沌として目の前に現れているような気がした。遠い先祖の声が耳に囁ささいているようであった。二色の実のなる木が生えている怪しい庭には入らないようにしろよ。頭が二つある男が死んだ不吉な庭に近寄るなよ。それでも、こんな恥ずかしい象徴的な姿が、 オブライアンのアイルランド人らしい昔ながらの心の鏡に浮かんでいる間に彼のフランス化された知性の方はすっかり緊張して他の連中と同じように怪しみながらジロジロとこのおかしな坊さんを見守っていたブラウン神父はやっと振り向くと顔を真っ暗な日陰に向けて窓に寄りかかった しかしその日陰の中でも、みんなにはその顔がすっかり青ざめているのがわかった。それでも神父は、まるでゲール的な考えなんかあるものかと言わんばかりに、ごく合理的に話し出した。皆さん、と彼は言った。皆さんが庭で見つけたのは、 顔も知らないベッカーの死体ではなかった。皆さんが庭で見つけたのは、知らない男の死体ではなかったのじゃ。シモン博士の合理主義を前に置いて、わしはやはりベッカーがほんの一部分だけここへ来ていたと断言しますのじゃ。ほら。黒い大柄の不可思議な死体を指さしながら、 皆さんはあの男を今まで一度も見たことがありませんでしたな。ではこの男を見たことがありますかな。ブラウンは未知の男のはげた黄色い首を手早く転がしてどけてしまうと、その代わりにそばにあった白髪をいただいた首を乗せた。するとそこには、 完全な、一体になった、間違いのない、ジュリアス・系ブレインが横たわっていた。ブラウンは静かに話を進めた。犯人は相手の首を切り落として、剣を遠く兵越しに投げ捨てた。しかし抜け目のない男だから、剣だけ投げ捨てるようなことはしなかった。 この首も兵五しに投げ出した。それから別の首を死体にぴたりと乗せさえすればよかったのじゃ。それで奴が非公式に検視審問をやろうと主張したとき、あなた方はみんなまっきり別人だと考えてしまったのじゃ。別の首を乗せるとオブライアンが目を見張って言った。 どんな別の首を首は庭の茂みになってやしないでしょう。いや、とブラウン神父は自分の靴を眺めながらしゃがれ声で言った。首のなる場所がたった一つありますわい。首がなるのはギロチンのかごの中。そのそばに 警察長官アリスチード・バランタンが、この殺人の一時間足らず前に立っておりましたのじゃ。ああ、皆さん、もう一分間わしの言うことを聞かれたら、わしを八つ咲きにしてくだすっても構わん。バランタンは、もし何か論争すべき原因のために、気違いのようになるのが正直者だとすれば、 正直な人間ですわい。しかし、あなた方は、あの冷たい灰色の目の中に、狂気の兆候を見て取らなんだかな。彼は、自分が十字架の迷信と呼んでいるものを破るためなら、何でも、どんなことでもやりかねなかった。彼はそのために戦い、 それを渇望してきたが、今やそのために人を殺したのじゃ。ブレインの気がいじみた数百万の金は、これまではたくさんの宗派にまき散らされていたので、ほとんど物の釣り合いを変えるようなことはありませんでした。ところが、バランタンは、ブレインが、 頭の散漫な会議家連中によくあるように、私どもの方にずるずる入り込んできたという噂を聞きました。こうなると全く別問題でした。ブレインは貧しい喧嘩好きのフランス教会に資金をつぎ込むだろうし、ギロチン新聞のような六つの国粋派の新聞を支持するじゃろう。 すでに塗装はあわやバランスが崩れようとしていたので、あの共信者はこの危機にカッとなった。バランタンはあの百万長者を滅ぼすことに決めて、そこで彼は探偵中でも最も偉大な探偵が唯一の罪を犯そうとするとき、いかにもそうやりそうな方法で、これを実行した。 彼は切り落とされたベッカーの首を犯罪者の研究に使うというような口実で持ち出して公用のカバンに入れて家に持って帰りました。ギャロウェイ教がおしまいまで聞かなかったあの最後の議論を彼はブレインとやっていたのです。その議論に失敗したのでバランタンは ブレインを密室みたいな庭に連れ出してフェンシングの話をしながら小枝とサーベルを使って説明しましたそして向こう傷のイバンが飛び上がった「この木印」と彼は吠えた「貴様をご主人のとこへ連れてくぞ貴様の首根っこを」 おや、わしはご主人のとこへ行くつもりでしたのじゃ。と、ブラウンは重おもしく言った。わしは、あの人に懺悔するように進めなければならん。それだけじゃ。気の毒なブラウンを、人質か生贄みたいに後から追い立てながら、みんなはひとかたま塊になって、 急にひっそりしたバランタンの書斎にどやどやと押しかけた。大探偵はデスクに座って、明らかに仕事に夢中で、一同が騒々しく入ってきたのも耳に入らないようであった。一同は一瞬立ち止まったが、その時、あのピンと直立した優美な後ろ姿が、なんとなくおかしいので、 急に医者が前に走り出た。軽く手を触れて一目見ただけで、彼にはバランタンの肘のそばに、眼薬の小箱があることと、バランタンが椅子にかけたまま、死んでいることがわかった。そうして、この自殺者の目を閉じた顔には、加藤に劣らぬ、 埃の色が浮かんでいた。